スコアは、スロバキアピエシュチャに出身の男子プロテニス選手。現時点ではまだ ATP ツアーでシングルス、ダブルスともに優勝はない。身長185センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス44位、ダブルス170位。名前には様々な表記が見られ、ルーカスラッコ等がある。5歳でテニスを始め。 2005年にプロに転校。四大大会では2007年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場。現時点では3回戦進出が最高成績である。2012年のザグレブ大会でツアー初の決勝に進出した。決勝でミハイル・ユージニーに2 6 36で敗れ準優勝となった。ロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦で ドイツのフィリップ・ペッシュナーに6・7・1・6で敗れた。マルティン・クリザンと組んだダブルスも1回戦で、セルビアのヤンコ・ティプサレビッチメナドジモニッチ組に3・6・3・6で敗れ初戦で敗退した。2018年のネチャーバレー国際で ATP ツアーで6年ぶりに決勝進出を果たすも、決勝は同じくツアー初優勝がかかったミーシャズ・ベレフ。 に4から6、4から6で敗れて、準優勝となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。